こんにちは、パスタ王子でございます、今日はですね、変わらずパスタ王子でございます。今日は変わらず日本の地中海、淡路島、島からお送りしています、今はちょうどランチタイムですね、お客さんがいっぱいのところに、勝手にオリジナルのパスタ作ってくれ言うて、この若造にお願いをしたらですね、なんと作ってくれました。見てください、これメニューにないパスタメニューでございます。すごい素敵じゃないですか。なんか結構魚介がね、いっぱいいいのが取れるからっていうので、なんか魚介のパスタを、パスタミニ王子が作ってきました。はい、ありがとうございます。こちらです。この素敵な空間の中で食べてみます。では早速いただきましょう。麺はスパゲッティですね。これはうん、結構旨味が凝縮して、面白い味です。魚介のね、ベースだしも使いながら、魚介のだしも外に出てるから、だいぶもう魚介まみれですね、これ。すごい濃い味わいですね。パスタミニ王子。ミニ王子、これは魚介のだしも使われてるんですね。魚介のだしを使いのこの魚介が満載みたいなね。はい、わかりました。はい、です。だからもう超凝縮パスタです。面白いですね。はい。では、あとは食べます。ありがとうございます。